楽しいです。あのアスレチックとかお好きですか？アジャブジム好きですか？絶対ハマります。どうですかやってみませんかこれは足をここで支えて、で腰にこう巻いてて、でこの足から支えてるやつをこの腰のとこにこれでつなげてます。でここに2トン以上のカラビナ、2トン以上支えられる。だから2人いっぺんに登れる。あ、そうなんですか。でガーンと落ちた時でも支えられる。強いカラビナじゃないとダメなんですけど、でこれをあのロープ今から垂らすんですけど、そのロープと、まあ、つなげて、はい、でロープで降ります。ロープこんなんですか？ザイルは、見たことなくて。ザイルはこれです。芝居にやらせてください、言うなよやってみます私のやつは多分ちょっとサイズ合わないと思うんですけど、もう一人男の方が多分上がってこられるので借りてやりますってのみんなに聞いてくれる人なんでやらせてくれるんじゃないでしょうか。これが50メートルあって、これだけで 3.4 キロ。マジで？マジで？はい。お、かつり登ってくるんでちょっとゼーコラヒンで登ってきます。これ上から垂らして、はい、そうです、降りて、はい、はい、そうです。まだスポーツされてたんですか？全然全く、あのスーパーの駐車場近くが空いたらそっちに移すようなそんなやつでした。そんなやつやったんですか？そんなやつでした一回登ってきて、はい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 、面白いってなって、どれぐらいキャリアですか？いや全然ですよ去年の4月ぐらいに初めてやる。夏場はできないんです。あ、そうなんですか？岩が焼けてちょっと登れないので、ね、夏場できないので。来られました、私の先生です。すぐちゃんだ。もうね、彼はすごいですよ。みんなお疲れです。13分でめっちゃ鍛えてありますから。あのクライミングにめちゃめちゃ興味のある方がやりたいなみたいな。インタビューしただけですよ。今インタビューしてしまったんです。いいインタビューしてくれはった。今動画撮ってる。YouTube にアップします。どうですか？じゃあ僕 YouTube 上がるんですか？はい。そうですか。いいっすよ、著作権全然ないんで。ありがとうございます。あのサマリアのなんかほら昔新聞会館があったところの屋上でボルダリングはね、あ、一回調べたっすよ。もうあれやったことある。あ、こういったんすか？もういった。加工場にもあるんですよ。うん、でもあっちは自動のリードやねんな。だから、うん、あっち、あれ。何日ぶり？1週間ぶりかな。だいたい毎週来るようにしてます。天気が悪くなければ。橋で上がってきた。そうです。今降りる時に出会いましたよ。降りる。あ、そうですか。全然気がつかなかった。なるいからですか？なるいから。僕はいつもなるいからなんですよ。なるいからが安全ですね。そうそうそう。カメラとか持ってはるしね。一回こっち側から上がってね、そこの峰いうか。長尾ですか？そこ、ここ北。北山、あの鹿島神社の北山行って、あそこに置いて、はい、私いつもこれを上がってきた、登ってきてたとこですね。はい、降りられんようになってね。マジですか？それは危ないですね。で、何回も登り降り？そうです、1日2回は登り降りますよ。走ってね、重たいので1回上がってきて、はいはいはい、置いといて降りてから今度腹で走って、タイムを測ってやがって。何分ぐらいですか？今日は13分ちょっとぐらいですね。めちゃめちゃ早いです。めっちゃ早いよね、13分。私、はい、倍以上かかります。ちょっとあの、西ちゃんの真似します。お湯でしょうかの、お水でしょうか。泡が出てすぐやから食べられへん。私も別に今食べたくないんやけどね。時間差でいいんちゃいます？先にロープ張ろうか。そうや、ね、それで
ょっと登ってから、うん、そうしようか。ダブルかもしれない。しんどいでしょ、これ置いといても大丈夫？こんな状態やったら。何ホットサンド？こんな器具があるんや。チーズ入れて。野菜がない。もう簡単で好きなだけ。すごい、ケチャップまで多かったと思う。思ったね。なんかあっちでもこっちでも美味しそうな。菅原さんに前やられてる。ハートパカへんの。自分で自分に。これ。入れない派、入れない派です。即答。この前、何ヶ月か前、僕がこうやって入れよったら、原因からのやつ、誰か悪い人がこの辺から手が出てきて、こう微妙にトンと押されて、ボドボドって落ちて、誰やもう。順で始まる人かな。すぐ隣ではチャーシューラーメンが出来上がっています。インスタかなんかにあげられるんですか。はあ。山っぷん。YouTube はアップさせていただきます。スパゲッティ。はい。いろいろ。こっちはラーメン。ここはここからまたラーメン。なんぼほど食うねん。だって私のために作ってるからしょうがないね。これ2人で1枚は多分多いと思う。2人で切ってくれるんやろ。めっちゃいい匂い、食欲を誘います。モテコのね、これは揚げにしたらダメです。どうですか、断りにこれってできた早っ。作者でそれを撮ってる。長谷川さん早く振っとる。俺も俺ちょっと鼻が出てる。照れてたんだな。うん、今からそれを食べる鈴原さんを撮って。ひっくり返そうか。俺じゃない。美味しそうなラーメンも撮らせてもらっていいですか。みんなの山ちゃん、お皿も切ってあがんで。金と力はなかりけりやね。力あるね。何のことか。そんな言葉自体も。パーティーや、ね。山頂での楽しい食事パーティー。美味しそうでした。単に月3回上り下りするだけではなく、せめて弁当を持ってきて山頂で食べるのもいいかもしれません。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。